キャンサーバッツは、カナダ出身のハードコアバンド。2004年、リアム・コーミアーとスコット・ミドルトンを中心に、トロントにて結成。2005年、自主制作の EP、キャンサーバッツを発表、北米ツアーを開始。ノラ、アレクシス・ンファイヤー、IT ・ダイズ・トゥデイ、ザブレットなどのサポートを務める。2006年、デビューアルバム、バース・イング・ザ・ジャイアントをリリース。 その年のカナダのインディアワードでフェイバリットハードコアバンド賞を受賞。2007年はデビューアルバムを携えてノー FX やシルバーステーンと共にカナダ全土をツアー。それと共に北米や英国、そしてオーストラリアでもリリースされる。2008年セカンドアルバムヘイル・デストロイヤーをリリース。A メタル・カーンのカーン・アワード2008ベストアルバム、また カナダ版のグラミー賞である、ジュノアワードにて最優秀新人賞にノミネートされる。2009年、サマーソニック09にて初来日公演。2010年、サードアルバム、ベアーズ、メイヤーズ、スクラップスボーンズをリリース。同年9月、ブレッドホーマイ・バランタンのサポートアクトとして来日公演。2012年、ホースアルバム、デッド、 セットオンリビングをリリース。2015年、フィフスアルバム、Searching for Zero をリリース。初の単独来日公演。アルバム EP シングル。ありがとうございます。